しました。ワイドビュー日田として大阪、名古屋から岐阜県の高山などを結んでいます。この列車はこれよりループ線を通って螺旋状にぐるぐると下っていきます。ループ線とは円を描きながら徐々に坂道を上り下りする線路のことで、勾配が急な坂道でも列車が走ることができます。新幹線ターミナル駅を出発した車両は W7 系新幹線電車です。この車両は2015年に登場し、東京金沢間を直通でつなぐ輝きなどとして走っています。ここで京都駅にも発着するトワイライトエクスプレス水風のご紹介をいたします。2017年6月に運行を開始したトワイライトエクスプレス水風は、山陰・山陽エリアをめぐり、美しい車窓、食の匠による食事、洗練された車両、沿線の魅力など特別な鉄道の旅をお楽しみいただくことができます。日によって京都鉄道博物館から走行するトワイライトエクスプレス水風をご覧いただけます。ぜひ千景尺やスカイテラスから外の景色もご覧ください。ジオラマ中央にある在来線より寝台特急トワイライトエクスプレスが出発いたしました。窓の大きなサロン内や本格的なフレンチが提供されていた食堂車、その後ろには医療の豪華な遠心台車を連結しています。京都の名所は四季によってその表情を変えます。秋には醍醐寺や金閣寺などの紅葉、冬には嵐山や天龍寺の雪の景色など、いつ訪れてもさまざまな楽しみ方があります。新幹線ターミナル駅から少し懐かしいゼロ系新幹線電車が出発いたします。ゼロ系新幹線電車は1964年の東海道新幹線開業と同時にデビューしました。日本の新幹線の歴史はまさにこの車両から始まったといえます。東海のプロムナードでは4両のゼロ系新幹線電車をご覧いただけます。ジオラマ右手、海沿いにあります貨物船ターミナル駅から2両の電気機関車がそれぞれ貨物を引いて出発します。先頭は EF